はいはい、どうも皆さんおはこんばんにちは、リトマスです。ということで、バイオハザードゼロ、続きをやっていこうかな。あのね、ちょっとまた日を2日ほど空けたんだけど、何をすればいいんだっけ。前回何をした、俺は前回あれか、黒いやつがさ、なんかいっぱい出てくるところ行ったんだよね。なんか映像記録があるところとか、あとバッテリーがあるところとか、万力、そう万力もやったよね。それであのなんかなんだっけ、あれレリーフが2枚揃ったんだよ。で最後の1枚を探しに行きたいんだけど、どこに行けばいいのかな、これわかんないな。あ、それとあの実はですね、あの編集中にまあいろいろ見つけまして、集会所の鎧の部屋入ると、あのチェスの部屋と、あとなんかね、青ハーブがあった部屋があるんだけど、あのベッドの上になんか書類がありましたね。それとあとこっち、この先にあるトイレの中にどうやらあの空き瓶が置いてありましたいや見えないよねあんなの。編集しててやっと気づいたわ。そんじゃあのあっちから行きますか。あの書類から取るか。なんでいちいちそんな紙切れのために移動するのかと、ああこの辺もごめん散らかしました。なんでそんな紙切れ1枚のためにこんなね行動を、こんな行動を起こすかと言いますと、その紙にもしかしたらあのマグナムの解除コードがあるんじゃないかなって。うわ、びっくりした。何、やばいな、これ普通にしんどくないか。ちょっとあのグレポン取ってこよう。ということでショットガンとあと榴弾を取ってきましたので、あのクソザルどもボコボコにしましょうよ。猿がこんなとこにまでいるんだね。オッケー、まだおるんかい。オッケー、いいぞ。この部屋に取り忘れがある。敵はいないんだね。ほらこれレベッカ邪魔だな。あのこのベッドの上にあるんだよね。うん、施設内をチェック中だが薬品のいくつかは生き残ってた。はいはい。え、何、待って、赤プラス青硫酸、緑プラス赤、何剥離剤って読むのかな、これ何の、これ大事そうだな。あー、なんか後であるのかな、後で関係してくんのかもしんない。なんか大事そうだったね結構ね。でも緑赤青ハーブかな?ハーブの色かな?わかんないな。あとレベッカ少しちょっとダメージいただいてますね。これ水とか泳げないのかな?もう一回これ押したら、そういうことはないか。さすがにね、ハンターの在庫がないかな。うん。はい、ということで、戻ってきました。急遽ね、あのレベッカを発見して、途中のセーブポイントに置き忘れてたあのアイテム全部取ってきました。マグナムの弾をはじめ、あとこんな硫酸弾なんていうね物騒なものとか、あとこのジュラルミンケースでね、ジュラルミンケースがわかんねえんだよな
てんのかよ。いやこれセキュリティガバガバやな。カバン自体にさ、そのダイヤルの番号書いちゃダメでしょ。385ね。うわーバカやな。385なんだよ、簡単すぎ。マグナム？え？マグナムじゃない？何が入っ、ハンドガンパーツ？え？ごめん、ちょっと想像してたのと違うか。ごめんね、ずっと勝手にさ、マグナム、マグナムって騒いで。全然違う、なんか変な、なんかね。ハンドガン、なんかちっちゃいパーツ出てきちゃったな。スコープと、スコープマウントのパーツ。うわ。まあ、いいでしょう。あ、かっこいい。かっこいいね、なんか。キラーセブンみたいだね。あー、でもさ、でもどうです、これは。マグナムだー騒いで、しかもダイヤルロックの番号わかんねえっつっても、なんかさ、結構まあ一気にまあ進んだからいいか。うん？これってあれだよね、列車で事故って、それで事故ったとこだよね、これ。え？これ、あれじゃない？なんか、一箇所上の方に赤い扉あるよね。行くか、これ。行くか。おー、燃えてる。この先に？あ、よく見るとあそこになんか扉あるね。でも行けないや。なんか爆発したな。これはつまり養成所の中からどうにか行くとあの扉に出るわけか。へえ、なんかまた謎が深いね。インクリボン何個あるかな。10個以上あったら一回セーブしよう、セーブしよう。じゃあ一旦セーブして切りますね。もう30分くらいやってるわ、ゲーム。よし、じゃあ次回、バッテリーをどうにかこうにかして取ります。そんじゃバイバイ。